こんにちは、辰野の八木翔也です、今日は姫路市の花田町にやってきました、花田町の直市、長市と呼ばれるそうなんですが、こちらの、後藤フランジョーさんですね、関西センターさんの方にお邪魔させていただいております。純国産の、鶏、桜ともみじの桜卵、もみじ卵ですね、これを売りにされております。今日は、このセンターの、すぐ近くにある、直売所ですね、こちらの直売所さんに、お邪魔させていただきました。定休日は水曜日と日曜日ですね。営業時間は9時半から1時、午後は2時から4時半ということになってますね。では店内に入らせていただきます。こちら、おいしんぼですね、こういう料理の、漫画ですね、人気漫画のおいしんぼにもみじ卵が登場ということですね。このおいしんぼさん、黄身の味噌漬けというところでですね、この卵が卵なんだということでですね、味の違い決め手は、鶏の品種は後藤1130白色レグホンよりという感じでこのことが書かれてますね。これが、もみじ鶏ですね。もみじ鶏、こちらから生まれた、卵、産み落とされた卵ですね。これは今日特売で、50個入りが1400円の箱詰めですね。今日の特売商品だそうです。こちらもみじバラエティ50と書かれてます。お得な、卵ですね。このようにもみじの卵、置かれてます。特大と大玉と中玉ですね。こちらにて、八木醤油の、ドレッシングですね、玉ねぎ黒酢の、淡路島玉ねぎ黒酢のドレッシング、それから柚子和風醤油ですね、それからニンニクとごま、こちらでご販売していただいておりますね。ぜひ、後藤フランジョーさんですね、卵料理にかけていただいてもと思いますので、エッグサラダとかそれからチキンサラダですね、ぜひ八木醤油のドレッシングよろしくお願いいたします。